AMD Ryzen 7 9800X3D 型。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら AMD Ryzen 7 9800X3D になります。え、あんたこれ。今回も AMD さんから案件をいただきました。 Ryzen 9000シリーズが発売して約3ヶ月、この AMD Ryzen 7 9800X3D を待っていた方も多いと思います。実際にどのぐらいの性能があるのか早速見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいです。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では最初に今回使用する AMD Ryzen 7 9800X3D について紹介をしていきます。AMD の CPU ですが、まず今年8月10日に Ryzen 7 9700X と Ryzen 5 9600X が発売となり、8月23日に Ryzen 9 9950X と 9900X が発売となりました。9000シリーズが発売した時に、3D V キャッシュ CPU が早く出てほしいや、X3D CPU が欲しいなどのコメントもたくさんいただきました。昨年ゲーミング特化の 3D V キャッシュ搭載 CPU として7000シリーズが販売され話題になったのも記憶に新しいかと思います。そして今回 Ryzen 7 9800X3D の販売が決定となりました。発売日に関しては11月15日11時から発売開始で、価格は86,800円というお話みたいです。今回は発売日よりも早くこちらの CPU を受け取ったので販売前ではあるのですが、その性能を見ていきたいと思います。それではここで 3D V キャッシュについて簡単におさらいをしたいと思います。正式名称は AMD 3D V キャッシュテクノロジー。メモリキャッシュを 3D にしたもので、 CPU の上にキャッシュ用の SRAM を貼り付けることで大容量 L3 キャッシュを実現しています。前回の7000シリーズの 3D V キャッシュは CPU 台の上にキャッシュメモリの台を乗せていて、キャッシュメモリの台の両サイドにストラクチャーシリコンを入れて高さ調節をしていました。第2世代 3D V キャッシュでは CPU 台を上側にすることで、CPU コアの放熱を妨げないように再設計されたみたいです。イメージとしてはこんな感じかなと思います。なるほど、CPU の方が発熱するからそれを上に持ってきたってことね。そんな感じだと思います。では続いて Ryzen 7 9800X3D のスペックの確認です。今回のこちらの Ryzen 7 9800X3D は、すでに発売されている Ryzen 7 9700X に第2世代 3D V キャッシュを組み合わせた CPU と思ってもらえればと思います。なのでコア数などには変化はありませんが、赤字のところが変更となりました。まず L3 キャッシュが 32MB が 32MB たす 64MB の 3D キャッシュで合計 96MB と増えています。これに関してはこれがメインなので増えてないとおかしいですけどね。クロックについてはベースクロックが 3.8GHz から 4.7GHz と増えていますが、ブーストクロックが 5.5GHz から 5.2GHz と下がっています。また TDP は 65W から 120W、PPT は 88W から 162W と上がっています。消費電力が倍ぐらいになっているのはちょっと気になるところではありますね。続いて前世代の Ryzen 7 7800X3D との違いも見ていきましょう。まず CPU アーキテクチャと製造プロセスが変わっています。全 4nm CCD たす 6nm IOD から全 54nm CCD たす 6nm IOD へと進化しています。これに関しては9000シリーズの時に向上したものと同じですね。続いてクロックですが、ベースクロックが 4.2GHz から 4.7GHz へ、ブーストクロックが 5.0GHz から 5.2GHz へと上がっています。対応メモリについても2チャンネル DDR5-5200 から DDR5-5600 へと向上。あとは最大動作温度が89度から95度と上がっています。全体的に向上しているので、どのぐらい性能差が出るのか気になるところですね。では続いて CPU そのものを見ていきましょう。シュララ。では実物を見ていきましょう。と言っても今回は先行レビューでいただいたので、トレイ版で外箱はありません。実際に皆さんが購入される際はこのような外箱がついてくるかと思います。9000シリーズのものと比べると白が入って結構綺麗そうな印象はありますね。こちらは CPU クーラーは付属されておりません。使用する際は別途クーラーが必要になります。Ryzen 7 7800X3D との見た目の比較です。ヒートスプレッターなどに違いはありません。よく見るとコンデンサ類の配置等が変わっていますね。裏面に関しては特に違いはありませんでした。それでは続いて今回使用するマザーボードのご紹介です。今回使用するマザーボードは MSIMAGX870 トマホーク Wi-Fi です。LED 装飾をなくした黒基調のミリタリー風デザインが特徴のゲーミングマザーボードで、特徴としては 14+2+1 フェーズデュエットレールパワーシステム 80A スマートパワーステージ、リア IO ポートまで覆った拡張ヒートシンク、8層サーバーブレード PCB2 オンス同層、多数の EGDIY 設計となっています。
EasyDIY を簡単にご紹介。まずは EasyM.2 シールドフローザー。こちらはワンタッチで M.2 のカバーを取り外すことができます。もちろん取り付けも簡単で、右側の差し込み口に合わせて差し込み、左側を押し込むだけで装着が完了となります。続いて EasyM.2 グリップ2です。こちらは M.2SSD を押し込むだけで装着ができる便利なパーツです。今までこの M.2SSD を止めるのに小さなネジを使用していたのですが、そのネジを落とした人は数知れず、これは簡単でいいですね。続いては EasyPCI リリースです。こちらはグラフィックスカードを PCIe スロットから取り外すことができる便利なボタンです。こちらのボタンを押すだけで、グラボのロックと解除ができるので、今まで割り箸を使ってグラボを取り外してたのから解放されます。ということで、今回の検証機はこちらです。CPU は AMD Ryzen 7 9800X3D、AMD Ryzen 7 7800X3D、AMD Ryzen 9 9950X の3種類で比較をしました。Ryzen 9 9950X を含めたスペック表です。現行 AMD 最上位 CPU の Ryzen 9 9950X とゲーミング特化 CPU、どちらがゲームに有利なのか気になりますね。マザーボードは MSIMAGX870 トマホーク Wi-Fi、CPU クーラーは MSIMAG コアリキッド M360、メモリはクレブクラス VRGBDDR5-7216GB×2枚、M.2 はサムスン 990Pro1TB、GPU はパワーカラーヘルハウンド AMD ラデオン RX7900XTX、電源はサーマルテイクタフパワー GF3200W、あとは書いてある通りです。今回 Windows 11は 24H2 で行い、BIOS やドライバーなどは最新のもので計測しました。また BIOS の電力設定に関しては初期状態のままで行い、Windows の電源設定はゲームターボハイパフォーマンスで行いました。AMD ソフトウェアの設定は、デフォルトで計測をいたしました。測定に関しては結果が出るものはベンチマークの結果から、結果が出ないものに関しては MSI アフターバーナーで計測をしました。それでは検証いってみましょう。シネベンチ R23? まずは純粋に CPU の性能から見ていきましょう。最近タコア CPU が増えたので16スレッドもだいぶ見慣れてきましたね。では結果はこちら。まずはスコアから、Ryzen 7 9800X3D のマルチは 21,803 と 22,545、シングルが 2,072 という結果になりました。Ryzen 9 9950X は最上位 CPU なのでちょっと置いておいて、前世代の Ryzen 7 7800X3D に比べるとマルチは 4000 ポイントほど、シングルは300ポイントほど上昇しています。これは Zen 5になっての結果なのかなと思います。こちらはアイドル時の温度と最高温度です。測定は HW モニターのパッケージ温度読みですが、Ryzen 7 9800X3D は最高温度が 89.9 度と 84.9 度、アイドル時が 36.5 度でした。こちらに関しては Ryzen 9 9950X よりも発熱が大きかったので発熱の大きめの CPU なのかなと思います。まあそれでも最大で90度以内なので安心感はありますね。では次、ファイナルファンタジー14黄金のレガシーFF14 ベンチマークです。解像度フル HD で標準品質ノートパソコンで計測をしました。では結果を見てみましょう。まずはスコアから、Ryzen 7 9800X3D が 46,544、Ryzen 7 7800X3D が 41,170、Ryzen 9 9950X が 36,714 という結果でした。おお、やはりゲーミング特化 CPU ね、かなり差が出たわね。そうですね、Ryzen 9 9950X と約1万近いスコア差が出るとは思いませんでした。続いては平均 FPS と最低 FPS です。Ryzen 7 9800X3D が平均 FPS314、最低 FPS132、Ryzen 7 7800X3D が平均 284.3、最低 121、Ryzen 9 9950X が平均 269.4、最低81という結果でした。最低 FPS も含めて X3D CPU の力がわかる結果なんじゃないかなと思います。FF14 のフル HD の最低設定はかなり大きな差が出たんじゃないかなと思います。こちらは 4K 最高品質での結果ですが、GPU の限界設定の場合はどの CPU でも差が出ませんでした。W9HD の最高品質とかだと差が出たのかもしれませんが、今回は時間がなかったので割愛します。ベンチマーク中の CPU の動きについては、FF14 ベンチマークの場合は全コア動いているというよりも所々の CPU が動いているっていう感じですね。では次、ファイナルファンタジー15。 FF15 ベンチマークも行いました。設定は軽量品質で解像度はフル HD です。久々にオーライ姉ちゃんを見た気がします。 CPU の使用率は先ほどと同様、あまり使ってない感じもあります。では結果を見てみましょう。まずはスコアから、
ライゼンセブン 9800X3D が 23,566、ライゼンセブン 7800X3D が 23,529、ライゼン 9950X が 23,620 という結果でした。スコアに関しては誤差レベルの結果でしたね。ゲーミング CPU がこれでいいのかしら。こちらを見るとその進化がわかるかと思います。え、これ平均 FPS はどれも240だったのですが、最低 FPS は235、154、211という結果でした。つまりライゼンセブン 9800X3D は最低 FPS の落ち具合もかなり少ない状態で平均 FPS240 をキープしていたんじゃないかなと思います。これは確かにゲーミング CPU を名乗れる結果ね。こちらは 4K 高品質での結果ですが、こちらは FF14 ベンチマーク同様、差がありませんでした。まあ性能的には十分な結果が出ているんですけどね。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンク2077です。設定はフル HD で低設定、アップスケーリングや FSR などはオフで行いました。結果はこちら。ライゼンセブン 9800X3D が平均 270.26、最低 221.01。ライゼンセブン 7800X3D が平均 253.19、最低 204.18。ライゼン 9950X の平均 214.18、最低 178.49 という結果でした。やはりサイバーパンクでもライゼンセブン 9800X3D がかなり高い数値を出していますね。ここまで差が出るとやはりゲームをするなら X3D の方がいいって感じもしますね。ちなみに 4K レイトレーシングウルトラはほとんど差がありませんでした。これはもうグラボの力の方が。サイバーパンク中の CPU の使用率ですが、先ほどの FF ベンチマークに比べると全コアかなり動いています。ゲームによってはしっかりと X3D CPU が動くものに関してはかなり大きな差が出るのかなと思います。では次。シティーズスカイライン2。では街づくりシミュレーションゲームのシティーズスカイラインをやってみましょう。設定はフル HD の低設定で10万人の都市での計測です。では結果を見てみましょう。ゲームを始めて3分後に計測したものになります。ライゼンセブン 9800X3D の平均182、最低127。ライゼンセブン 7800X3D の平均101、最低42。ライゼン 9950X の平均128、最低101となりました。これはいい結果ですね。ライゼンセブン 7800X3D よりもライゼン 9950X の方が FPS が高いのに、さらにそれをライゼンセブン 9800X3D が超えてくるという結果です。しかもライゼンセブン 9800X3D の最低 FPS でライゼン 9950X の平均と同じぐらいってすごいわね。ですね、私も結果をまとめていてびっくりしました。では次。スターフィールド。続いてはスターフィールド。設定はフル HD の低設定で、最初の街をぐるぐる回ってみた結果となります。このゲームもかなり CPU を使っているみたいで、全コア8割以上動いているのがわかりますね。では結果はこちら。ライゼンセブン 9800X3D の平均161、最低104。ライゼンセブン 7800X3D の平均133、最低101。ライゼン 9950X の平均144、最低111という結果でした。こちらは平均 FPS はライゼンセブン 9800X3D が高いですが、最低 FPS はライゼン 9950X が高い結果となりました。まあ全く同じ動きをしていたわけではないので、多少の誤差があるとは思いますが、結果的にはやはりライゼンセブン 9800X3D が平均 FPS を20以上差を開いたのは強いかなと思います。では次。動画エンコード。では最後は動画エンコードをしてみました。使用したソフトはプレミアプロ、フィモーラ、ハンドブレイク、YMM4 の4種類で、4K5 分間の動画を再エンコードしてみました。結果はこちら。ソフトによってはライゼンセブン 9800X3D が一番早かったりしましたが、やはりコア数の多い、ライゼン 9950X の方がエンコード時間を総量すると早いかなといった印象です。まあゲーミング CPU でも十分なエンコード時間はあるので、この10秒から20秒の差をどう見るか次第ではありますけどね。最後に消費電力の差です。全体的にライゼンセブン 9800X3D はライゼン 9950X に比べると省電力ではあるかなと思います。FF14 ベンチマーク中に関しては、ライゼンセブン 9800X3D がライゼンセブン 7800X3D より省電力なのもすごいなと思いました。ということで今回は、AMD の新しいゲーミング CPU、AMD ライゼンセブン 9800X3D のご紹介でした。あんた的にはどうだった？そうですね、さすがゲーミング CPU と言える結果だったんじゃないでしょうか。全体的にも FPS が向上していて、ゲーマーにはとても良い CPU かなと思います。国内発売までまだ少し時間があるので、こんな検証してほしい、
ってものがあったらぜひコメントいただければと思います。確かにまだ1週間あるしね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。